いや、吉田さん、自転車買うの楽しみになってきましたよね。さすがに30万円の自転車って考えると、ちょっと億劫だなって感じるのが普通の感覚ですけども、私たち情報発信者っていうのは、30万の自転車を仕入れて、どのぐらいのね、売り上げを立てようかなって考えちゃいますよね。いや、今更ですけども、30万稼ぐのはちょろいでしょう。ね。ある人の体験ですけども、まあこれ私ですけども、ウグイスパンを食べて、その動画から速稼塾30万が売れるというね、100円のパン食べて30万っていうのもね、ありますからね。だから世の中には、打ち出の小槌というか、わらしべ長者というか、こういった100円、200円のものを手に入れることによって、1000円、2000円、10万、50万っていう風なところにつなげていくこともできたり、あと言ってみればそうですね、ビジネスってのは、いかに仕入れを安くして、そしてそれを大きな利益につなげていくか。逆に言うと、大きな利益を取るために、仕入れ金額をいかに相対的に安くするかってことですよね。私の初めて購入したあのネオヒルズ塾なんですけども、あの30万か40万したでしょ。今思えばただ当然ですよ。それで1億2億稼げてるわけですからね。でもあれが高額塾だっていう言葉の裏には、ほとんどの人はそれを使いこなしていないと、売り上げていないっていう現実があるんですよね。だから30万の自転車だってもうしっかりと乗ればね、もう十分元取ったろうって言葉が出たりするわけですし、まあセルシオ中古で下ろした方もおそらく乗り倒してね、もうこれ以上はセルシオもう乗れないんじゃないか、大丈夫だろうと思って新車に切り替えて中古に下ろして、あ、この中古価格ね、セルシオね、だいぶ走ってますからね、まあ10万ですかねみたいな感じで、あ、まあ10万でも金になりゃいいか、随分セルシオにも思い出作らせてもらったしみたいな感じで手放したと思うんですよ。ね。ということでね、しっかりと中古のセルシオにしても、自転車にしても、高額塾にしても、使い倒した人は大満足ですよね。でもそれによって、大してね、益を得れなかった人とか、体験ができなかった人っていうのは、高いって感じるんでしょうね。今思えば、セルシオ、新車価格、当時800万ぐらいのもあったと思うんですけども、この800万のセルシオで、例えば不動産屋の、ね、その社長とかがセルシオ買っていろんなところに乗り付けていってビジネスをいっぱいうまくさせてね、何億も売り上げ上げたら、いやーセルシオもね、まあ、800万ぐらいしたけど結局は安かったかなみたいな感じになると思うんですよ。でも給料で手取り30万の人がセルシオ買っちゃうと、別にセルシオから利益を埋めるわけじゃなくて、単なる通勤の車、足でしょ。足にね800万高いですよね、ただやっぱり所有欲ってのがありますから、それは満たされたかもしれませんけども、家族からするとね、やめてくれよって話になりますよね。あんた一人が気持ちいいがために、何これみたいなね。そんなことがあると思います。まあですんで、結局はどう使いこなせるかっていうところがポイントなのかな。これをね、私はね、あの咀嚼力って思うんですよ。咀嚼ってのは噛み砕く能力っていう意味でね、しっかり味わって栄養吸収できるかっていう噛む力なんですけどもね。だから私たち情報発信者っていうのは、吸収した情報を咀嚼して、一つ仕入れた情報を数十数百にこうやってね分解してそれぞれ発信することができる、ね、自転車もライトとかブレーキとか、まさに空気入れとかね、それから自転車を収納する引っ掛けるやつ、バーとかあるじゃないですか、なんか壁によいしょってかけたりとかね、あとはチェーンとかね、ああいうのがあると思うんですけども、まあいろんなキーワードからね持ってくれますよね。で、多分、その自転車を買って、あの、快適に、こう、ね、乗りましたとかね、楽しかったですとかね、いろんな思い出っていうね、自転車が離れたところでも行けるし、自転車に乗って撮影した風景を載せるシリーズとか、なんか、いくらでも行きますね。そうそう、私最近ね、セルシオに乗ってドライブ動画ってのも上げ出したんですよ。もうセルシオはほとんど運転席からしか映ってないんですかね。で、私がこう、だらだら喋ってるところなんですけども、セルシオの見えてるところはずっと同じなんですよ。私が喋ってることによって、まあ、ちょっとだけね、付加価値がつくかなと思うんですけども、まあ、それも稼いでますからね。で、今はね、前も言いましたけど、ヤマト君も私のアカウントから発信することによって稼ぎちゃうっていうね、ヤマト君ももう1歳にして YouTuber か、みたいなところがありますけども。まあ、でもどちらにしてもね、この、YouTube、こっからがね、ちょっと私の懸念なんですけども、そろそろ YouTube も広告収益を外されて、なんかね、稼げなくなるんではないかなと思います。もうダイレクト課金できる人とか、メンバーシップで売り上げを上げるしかなくなるんじゃないかなと思いますよね。なんかね、結局は、YouTube っていうのは何か事件が
ユーザーの中で世界のどこかで起きれば、規制をどんどん強めていってあれやこれやできなくなってくるっていう、今ね、そういう流れになってる成熟期っていうやつですかね。これから YouTube を一般の今までのオールドメディア、放送メディアと同じぐらいの倫理観に整えていくと思いますんで、もうなんか過激系動画とかね、迷惑系動画とかって、ああいうのももう上げられなくなりましたよね。なんか数年前私びっくりしたのがね、あのアラブの格好をして、まるでテロ組織みたいな格好をして、なんかいきなりカバンに入った爆弾を知らない人の車の中に投げ込むとかね、オフィスのビルとかに投げ込むみたいなびっくり動画があって、でみんなねビルの中の人がわーって逃げて出てくるところをみんなで笑うみたいなのが数百万回稼いでたわけですけども、あんなもん完全にモラルアウトですよね、きっとね。そういう風になっていくんじゃないかなと思いますから、私たちの戦略、自分の大切なものとかを、皆さんの思い出の詰まったものを放送するみたいなことができるんじゃないかなと思うんですよ。さあ、私のセルシオにして言えばですね、これ15万キロも走ってる車ですから、前のオーナーさん何人かいらっしゃると思うんですよ。その前のオーナーさんが YouTube に上がっているかつて自分の車だったセルシオを見つける日が来るんじゃないかなと思ってね、私もワクワクしながら動画の方セルシオどんどん上げていこうかと思います。ということで、何を言ったのかね、分かんなくなりましたけども、思い出すら金になるみたいなね、そんなタイトルにしときましょうか。いってらっしゃい。